さあこんにちは、さゆたかさん、はい、岡田監督の一問一答、はい、今日も語録が出ました。キャンプ前ですか、公園行った時にさ、はい、岡田監督と春先対談したんですよ、はい、みたいな、うんうん、まあ、話をしたんだよね、公園の中でね、うん、俺はね、何々だって、うん、何だと思うって人を指名して言ったら、はい、オーンですかみたいな全然話いやルメールだっていうね、そうそう、オーンですかね、オーンですかって自分のことをオーンとはね、そうそう、オーンとは言わないのか、そうですよね、まあまあそのぐらいね、岡田五六というのは、ね、そうですよね、浸透してきたというね、かなりです、はい、ただね、やっぱり今年もやっぱり岡田監督の五六から目が離せないということで、はい、実は先日大阪市内で関西プレスクラブの新年の交流会に招かれて、はい、連覇を語るというテーマで岡田監督講演を行ったそうです、はい、そこでやっぱり一問一答あったということなので、はい、それで気になったところを挙げていくんですが、まずは打順について、打順は昨シーズンとは変えたくないと話していましたが、やっぱそうなんですかと聞いたところ、そんなん変えれへんや、まずは、うん、機能していなかったら変えなあかんと思うけど、うん、でもそれもどういうメンバーになるかもわからんからなということで、まあ、すごいやつが出てきてポジションを取るかもわからないし、まあ、それは今の段階では言われないけれども、まあ、そこの各ポジションにライバル的なやつおるからな、そっちが伸びてきたらというところで、基本的には変えない路線だよ、でもそれ以上上回る選手が来たらっていう、打順というよりも人を変えるか変えないかだよね、岡田さんのやり方って、うん、例えば仮に昨年大山が怪我したとして4番が抜けたとしたら、うん、まあ、例えばサトテルを持ってくるのか、うん、ノイジーを持ってくるのかっていうことはしないんだよ、やっぱ4番にはめていくんだよ、あ、例えば近本が1番デッドボールで離脱した、はい、木浪が調子いいから中野1番にして木浪を2番っていうことも周りでは言うかもわからないけど、岡田監督のやり方って1番を誰かっていうのを差し込んでいくだけなんだよ、だからそこの基本的な打順は変わらない、変わらない、流れは変わらない、人が変わったらそこに人を入れるだけっていう、そう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 、それが岡田監督の基本線だな、それを崩さないっていうのは、うん、なんかやっぱバランス的なものを大事にする、やっぱその慣れっていうのがあると思うんだよ、打順の慣れ、それと打順の周りのリズム、はい、まあ、そういうことをやっぱ岡田監督は大事にするかなっていうふうには見てるけどね、なるほど、ね、これはよっぽどのことがあったらちょっとこう変えるかもわからないけども、うん、昨年あれだけうまくいった打線で変える必要がないよね、本当に、そうですね、うん、そうですよね、うん、だからあんまり変わらないと思う、うん、ただ外野はどうだかまだわからないというのは岡田さん話してました、はい、まあそうだね、うん、でまあ記者の方がやっぱりセンターの近本選手は不動だけど、こう両サイド誰になるか楽しみですねというふうに話すと、楽しみというか、それは候補がちゃんと分かっているからね、まあね、まあ、だからいかに打つかだな、うん、この両サイドの選手たちが、だから森下もやっぱり守備もね、うん、そこそこうまいあの選手はね、はい、で肩もそこそこいいし、うん、ちょっと打ったら不動になってくるし、うん、でノイジーの守備だってうまいからね、まあそうですね、昨シーズンだからなかなか隙はないかもわからないけども、うん、まあ仮に野口とか、はい、前川とか、うん、もう本当によっぽど良ければ、うん、そこにはまってくる可能性だってあるよね、まあ、その具体的な名前も岡田さん挙げてまして、まず森下選手は、はい、インパクトは去年ものすごくあったけど、ポジションを取ったという成績でもないしな、はっきり言うて、うん、という、まあ、まあはっきり言ってるよねまあまあそうだろうなと、はい、でさらにノイジーもレギュラーが前提だった去年とは違いますかねと聞いたところ、それ全然違う違う、バット寝かせてくるか立たせてくるかまたそこに、まあ、ここら辺が面白いよなそこあいつバット寝かしてきよったってな怒ってたからな、それまでやっぱり今年も、はい、頭、まあ、気にしてるんだろうなまあただ寝かしても立てても打てる人は打てるからね、うん、そう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 。あんまりこだわりを持つことはないかなって、まあ岡田監督の中であるんだろうな、あるでしょ、寝かしてるバッターあかん言うて立たせない、立たせなあかん言うてなまあそこは引き続きなんでしょうね、まあ、うはいはい、で前川選手と井上選手の成長にもやっぱり期待したいですかと聞いたところ、そらこの1年でどれだけ変わっているかやなと、1年やってシーズンオフに自分に足りないところを新たにやって、それはみんな自分に降りたいよと、あわよくばポジションまでという選手は多いから、どう今までと違う何かを見せてくれるかやろうな。いやだからさ、俺思うけど、うん、前はもう確かに、うん、ね、森下もいい、はい、ね、井上っていうのが魅力を感じるわけよ、うん、はい、
だからここら辺が伸びてくれるか来れないか、まあ、昨年も一時期ポッと5番に入ったりとか6番に入ったりとかした時にパンパンと打ったんだよね。あれが継続してできればさ、やっぱ持ってるものはね、非凡なもの持ってるよ。そうですよね。あ、いやだから伸びてくれればね、昨年の優勝、みんなの給料の上がり方、みんながそのファンに称賛される姿、そういうことを見てると、はい、やっぱ俺もあの一員になりたいって思わなきゃおかしいよね。いや本当そうですよね。だから焦った方がいいよ、井上選手は。もうゆっくりしてる場合じゃないよね。でうかうかしてるとね、本当に森下選手、ノイジー選手とか、ね、前川選手に取られてしまう。前川とかもいるしね、はい、だからもう決まっちゃうよって。小野寺もいるし。そうなんですよね。だからもう豊富にいるからさ、もう慌てて今年はもう一軍からもう絶対外れないっていうぐらいに、もう必死に捕まっとかないとね、はい、そうなんですよね。で岡田監督、実は外野だけでなくて三遊間もだよというふうに話していました。だからほっとさせないんだよ。そうなんですよ。三遊間は分からへんよ。木浪でもな、小幡が今度守りもやけど打つ方も伸びているというかな、それはもうキャンプで見る話やからということで、その木浪選手のショートもうかうかしてられないと。小幡選手、まあ、ただね、木浪はまあ実質1年、はい、昨年は本当によくやったっていうふうに思うかもわからないけども、安定的なことっていうのはまだ見せてくれてないよね、1年しか、だからそういう面では多少疑ってかかってるというか、今年どういうパフォーマンスなのか、給料があって気が緩んでないのかとかさ、まあ、そういうところからのやっぱ締めだよね。そうですね。ただ木浪のあの努力とかね、いろいろ伝え聞いた話を聞くと、そんなに木浪の牙城は崩れないと思うけどね。簡単には、簡単にはね。ただ小幡もいい選手だよ。もちろんもちろん。ああ、そのあたりのショート争いっていうのもキャンプでさらに熾烈になってくる。本当良かったら、サトテルがポロ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 してたら、もう怒って小幡をサードにやるか可能性だった。まあそういうことはないか。まあそうですね。だからサードはもう鍋涼選手みたいな形でも話してるのであれですけど、でも分からないですからね、レギュラーっていう風になってくると。で、まあ、サトテルの期待が大きいからな。やっぱ記者の方も佐藤輝明選手のことを質問してました。佐藤輝明選手のその姿勢もう求めたいですかと。もう守備もやで、持ってるもんから言ったらもうちょっとやっぱり A 成績は残せると思うからな。オン、ここでオンでやっぱ出てきますね。 あの数字やったら他のもんでも残せるで、はっきり言うて率とかな、まあ、ホームランに関してはやっぱり他のもんよりは打てるけど、もう打つ方はええわ、守れって言わない。いや、まずしっかり守ることや、という、まあ、やっぱりこういい指揮官だよな。なぜかというとさ、まあ、打つ方ばっかりに目を移すけど、長期を戦っていく中で守りがどれだけ大切かっていうのも岡田監督って分かってるんだよね、そこからのほころびがチームをダメにするっていうね、まあ確かにそのエラーがあったりだとか、まあしたし、まあバッティングのスランプがあったとか、長いとか、まあそういうことあるけども、サトテルがね、やっぱりしっかりやってくれれば他の選手の入る余地がないよ。本来そうですね。本来そうだよ。ただまだまだ隙があるぞっていうことを言ってるんだろうね。そうですね。で、そのサードのポジションに関して、秋のキャンプではサードの練習していた若手もいましたよねと言っていたら、いやいや、もうサードは渡辺ぐらいやろな、野口はちょっとサード無理やで、見た感じではな、小野寺はやらせよということなんですけれども。なるほどね。まあ刺激だろうなとは思うけどもね。ただね、サトテル3年目終わって、今年4年目、で、まあ、自主トレの様子だとかね、いろいろこう見てると、ちょっと野球に対しての姿勢が変わってきたのかなっていうふうに思うよね、はい、だからそこの姿勢が変わったことによってやっぱ自覚があるから変わったんだと思うし、だからそれに俺は期待したいけどね。そうですよね、姿勢、野球に対する姿勢、だからといって刺激を与えないんじゃなくて、波量を持ってきたいだとか、小野寺をやっぱ一緒にノックを受けさせたいだとか、ね、やっぱ刺激は必要だよね。そうですよね。だからまあそういう面ではすごくいいよなって思うね。あと先日の動画でも、あの佐藤輝明選手、あの春のキャンプで特使をやらせるというふうに岡田監督が話したことに関して、いや一番せなあかんやろって、備えして特使とかやってたら下半身がもっとどっしりになってくるよと。よっさん、これ吉田芳生さんのことなんですけども、よっさんがいつもノック受けノック受けと言われとるやんと。守りと打つ方を分けて考えるからあかんねん、内野手は守りから入った方がほとんどやでと。まあ、何人かおるわな、打つ方から入ったの、それでも守備もうまなったというのは何人かおるけど、それはサードではなくショートにおると、とにかくやっぱり守りから
リズムを作って打つ方もっていう人の方が多いよというふうに、まあ昔の話でもちょっと申し訳ないんだけどさ、うん、俺らでもそのバッティングをこう先に作るんじゃなくて、はい、守備をどれだけ受けて、うん、下半身をこう作っといてバッティングをこう後でもいいっていう風な考え方だったんだよね。だから昔の人はそうだね。あ、守りからなんですね。守りノックを受けて下半身をこうしっかりさしておいて、はい、まあ、それからバッティングを作った方が早道だっていう。下半身ができないうちにこうバッティングの感覚だけ良くなっても、いずれ下半身がバテてダメになっていくという、はい、だからやっぱこう受けるだけ受けておいて下半身を作っておいてバッティングっていう方がやっぱりリズム的にはいいのかなとは思うけどね。だからそのショートの場合だと中にはその打つ方から守備もっていう選手もいるけど、サードとかになってくるとほとんどの選手がやっぱ守りから打つ方のリズムがこう、うん、良くなってく、つながっていくっていうことが多いんですね。まあそうだな、まあ、大体ノックで、まあ、走ることも最初のうちって大事だし、下半身を作るっていう、下半身の固定っていうのね、はい、どっしり感っていうのを作るっていうのは、まあ、走ったりだとかノックを受けたりだとか、うん、まあ、そういうことでは作っていくけどね、はい、だからまあショートの子っていうのはまあ稀で、うん、でも大体の選手が内野手だったらやっぱノックを受けて、はい、まあ、外野手でもそうだな、ノックを受けながら下半身がこういい具合になった時にバッティングっていうのが出来上がってくるっていうね、うん、まあ、そういうリズムだと俺も思うけどね。やっぱりそうなんですね。だそういう意味でも佐藤輝明選手には内野で特殊守備を、まあそうだね、まあ、佐藤輝明って振る力はあるんだよ、うん、あとはボール球を我慢するとか、うん、そういうことだと思うんだよね、バッティングはね、うん、ただやっぱり守備の課題とすればさ、はい、やっぱミスを、まあ、極力少なくするというか、うん、まあ、イージーミスもね、疲れた時に目立ったこともあるし、はい、だから受けてればうまくなるしね、うん、だからもうそれはやってほしいなと思うけどね、うん、あと面白かったのはあの守備とかバッティングとかそういうこと以外のところで開幕投手に持論ということで、給料を上げようと思ったら開幕やらん方がいいよっていうのもその時に話してたっていう。まあまあそりゃそうやろうけどさまあ各チームのなエースと当たるわけだからな、ローゼン当然雨とかでこうずれなければ、はい、ずっとエースと投げ合うわけだから、はい、でもね本当にポーンと上げたいんだったらエースと投げ合って勝った方が上がるよ、それは。あ、上げ率は？それは一生の価値っていうのは、うん、一生は一生だって言うかもわからないけども、はい、球団の味方だとか、うん、そういうのはやっぱりローテーションの頭でいったピッチャーっていうのは、うん、6番手でいくよりも、うん、やっぱり一生の価値っていうのは大きいよね。あ、まあそうですね、査定の時でもそうでしょうし、うん、それはね、うん、安定的に勝っていくって言ったら、うん、開幕投手もできるんだけど 4,5 番手にいた方が本当、ね、それは楽だよ。いいですよね。それもほら去年はだから最初勝てなかったでしょ、青柳もと。だって青柳はその前の2年が開幕投手してないじゃないですか。ピッチャーは冷静に考えたら開幕投手にいない方が最多勝とか取れる可能性が高いんですよ。だって2番手3番手4番手くらいのピッチャーと当たるわけでしょうというふうに、まあね、自分を話してて、だそれぐらいやっぱり開幕投手っていうのは大変なんだよっていうことも裏返しですよね、うん、まあ、簡単には考えてないっていうことだな。いやなんかね、今年もこのグラウンド外でのこの一問一答、まあね、まあ、キャンプ始まったらこれ毎日一問一答が来るので、そう、面白いね。面白いと思いますよ、ね、うん、岡田監督に期待しとかないとね。そうですよね、まあ、豊さんももちろんキャンプ行くので、まあそうだね、豊さんの岡田監督の一問一答っていうのも聞きたいですね。そうだなオリジナルの。そうだな、はい、ぜひお願いします、まあ、インタビューしたいけどな。可能だったらしたいです ね、まあ、ね、キャンプで、まあ、それはなかなか難しいかもからしな。そうです。あとは平田さんの、平田コーチの一問一答でもいいので、まあ、一緒にやりたいよね。お疲れ様ですよね。よろしくお願いします。